位にランキングしているというモン・サン・ミシェル。なぜそんなにモン・サン・ミシェルが日本人の心を引きつけるのでしょうか。その魅力からまずは見ていきましょう。フランス北西部にあるノルマンディ地方、その海岸線を飛んでいくと世界で最も美しい世界遺産が見えてくる。フランス最高の絶景モン・サン・ミッシェル。海上にそそり立つ岩山と一体となり、荘厳な教会がそびえ立つ。まさに自然と建築が調和して生まれた世界遺産だ。世界中から観光客が訪れるこの場所は中世の巡礼地だが、これほどの景勝地が一時期人々から全く忘れられた存在になっていたという。それは一体なぜだったのか。そしてその再発見の物語と、さらになぜこのような岩山に70メートルもの高層建築を築くことができたのか。そこには一人の男の情念と、ラ・メルベイユ、西洋の脅威と謳われたテクノロジーがあった。フランスの絶景に秘められたミステリーの数々、果たして天空の聖地にどんなドラマが秘められているのか。モン・サン・ミッシェル。モン・サン・ミッシェルは現在堤防で陸と結ばれ、車に乗ったまま上陸することができる。島の周囲はおよそ1キロ、教会は高さ80メートルの岩山に立っている。この地を訪れる観光客は年間320万人。島は連日世界中からやってきた人々でにぎわっている。中でも訪れる人に人気なのが、参道に店を構えるこのレストラン。厨房の中には泡立て器で卵をかき混ぜる軽快なリズムが響き渡る。泡立てた卵をフライパンに入れ、薪を焚いた直火で焼き上げれば、外はこんがり、中はふんわりの巨大なオムレツが姿を現す。仕上げにリンゴの蒸留酒でフランベ、すごいね。最後に砂糖を振りかければ出来上がる。おいしそう。このオムレツはもともと巡礼者に素早く栄養のある食事を提供するため誕生したもの。実に100年以上も人々に愛され続けているこの島の名物だ。そして土産物屋やホテル、レストランがひしめき合うグランドリュー通りと呼ばれる参道を歩くこと20分。急な階段を上ると、いよいよ修道院の建物が見えてくる。さらに階段を上ってようやく教会にたどり着いた。そこは荘厳な雰囲気が漂う神聖な場所だった。ハレルヤ、ハレルヤ。行われていたのはミサ。ここがキリスト教の聖地となったのは8世紀のこと。今でも修道士や修道女は当時と変わることなく
厳しい戒律を守りながら祈りの日々を送り続けている。だが1300年間ずっと彼らの祈りの声がここにこだましていたわけではなかった。なんと観光客はもちろん、修道士たちさえ消えてしまい、誰からも忘れ去られた時代があったのだ。今のにぎわいからはとても信じられない、フランスの歴史に翻弄された天空の聖地モン・サン・ミッシェル。一体そこにはどんなドラマがあったのだろうか。そもそもモン・サン・ミッシェルのモンとは山、サン・ミッシェルは聖書に登場する大天使ミカエルという意味。先頭の頂に立つ大天使ミカエルは天の軍勢を率い、悪魔と戦う最強の天使として崇められてきた。そんな最強の天使を称えるこの島はまさにフランス屈指の聖地。さらに海に浮かぶこの地に人々は天空に浮かぶ神の国のイメージを重ねた。かくしてここはヨーロッパを代表する巡礼地となった。そんなモン・サン・ミッシェルから人々の姿が消えたのは14世紀のこと。1337年、イギリスとフランスの間に百年戦争が始まると、イギリスの対岸にあるこの島は要塞に改造された。さらに1789年、フランス革命が起こると、今度は政治犯を収容する牢獄に改造されたのだ。罪人たちの流刑地となったこの島には陰惨なイメージがつきまとった。そのため誰からも忘れられた存在となったのだ。だが19世紀前半、そんなモン・サン・ミッシェルの価値を再発見する人物が現れる。その人物こそレ・ミゼラブル、アー・無情で知られるフランスの文豪ビクトル・ユゴーだった。だが一体なぜユゴーは牢獄となって以来誰も見向きもしなかったモン・サン・ミッシェルに注目したのだろうか。実はその背景には文豪が苦悩の中で見つけた愛の物語があったのである。1831年、ユゴーは失意の中にあった。なぜなら愛する妻アデールがこともあろうに自らの親友サントブーブと恋に落ちたのだ。そんな中で出会ったのが当代切手の美貌を持ちながら演技が下手で売れない女優のジュリエット・ドルーエだった。そんなジュリエットに一目惚れしたユゴー。ジュリエットにしてもすでに劇作家として大御所だったユゴーは魅力的な存在だ。かくしてその後半世紀にわたって続く二人の関係は始まった。当初人目を忍ぶ関係だったユゴーとジュリエットはパリを離れて逢瀬を重ねるようになり、フランス各地を旅しては愛し合った。そして出会いから3年後の1836年、二人で訪れた場所こそモン・サン・ミッシェルだったのだ。ユゴーはその美しさに感動するとともに、歴史あるフランスの至宝が荒廃し誰からも忘れ去られた存在になっていることを嘆いた。そしてユゴーは何枚ものデッサンを描き、その美しさを称える文章を発表した。中でも人々の心を捉えた最高のキャッチコピーがこの言葉。モン・サン・ミッシェルはフランスにとってエジプトにとってのピラミッドに値する。この言葉をきっかけに一目モン・サン・ミッシェルを見ようという旅行者がフランス中から集まるようになったのだ。さらに人々の関心の高まりを受けて1863年、
時の皇帝ナポレオン3世はモンサンミッシェルを牢獄として使用することを中止、歴史的建造物として保存することも決まった。まさにユゴーこそがモンサンミッシェルの再発見者だったのである。ではユゴーはモンサンミッシェルのどこにそれほど魅せられたのだろうか。その答えはモンサンミッシェルそのものの美しさだけにあるのではない。それを取り巻くこの地の自然の脅威にもユゴーは魅せられていたのだ。今回取材班はユゴーも見たであろう奇跡の光景をカメラで捉えた。この日は月の引力で起こる潮の満ち引きが一年でも最大となる大潮の日。それは日の出とともに始まった。モンサンミッシェルを取り囲む干潟に突如として大量の海水が流れ込み始めた。潮が満ちる速度は毎分60メートル、馬の駆け足と同じ速さがあると言われる。この急な潮の流れはかつて浅瀬を渡ろうとした巡礼者の命を奪うことさえあった。大潮の日の干満の差は実に15メートル。これほど差が激しい海は世界最大級である。瞬く間に干潟の中にあったモンサンミッシェルは海に浮かぶ孤島となった。まさにユゴーの言う海上のピラミッドとなったのだ。およそ1時間後、今度は潮が急激に引き始めた。それまで海だったところに陸地が現れる。まるで旧約聖書に記されたモーセが海を2つに割って道を作った話を彷彿とさせる。そのためキリスト教徒はこの光景を奇跡として語り継いできた。こうした自然の脅威を目の当たりにして人々はモンサンミッシェルが世界に2つとないフランスの宝であることを再発見したのだ。美しい映像に見入ってしまいましたけども、いらっしゃったことありますか、森さんは。私行ったことあります。はい、仕事で行ったんですけど。工藤さん、どうしてこんなに日本人ってモンサンミシェルに惹かれるんでしょうね。やっぱりあの非日常的な中世のこう世界に浸れるっていう、そのやっぱそういうのがドラマチックでいいんじゃないですかね。だって日本人よく分かんないの好きやね、うん、日本人のくせにベルサイユのバラとかさ、これ誰も知らねえんだもん。行ってみるとね、もうそんな浸れるとか中世の佇まいなんてないでしょ。もうお土産物屋一本やりですよ。それもまた楽しいんじゃないですか、きっと。あの雰囲気の中で買い物もできるっていう安全で。あ、そうか。オムレツ食べました。オムレツ食べてないんですよ。知らなかった。本当ですか。美味しかったですか。はっきり言いますが、あの、はい、うまくないことはないけど、あまり食べたい。今から観光地化されちゃって、ハイビでちょっと俗っぽくなっちゃってるでしょ。ユゴが見た時のモンサンミッシェルが一番きっと良かったんだよ。全然違うでしょうね。その時のモンサンミッシェル。だって下れてたわけね。そう、あの忘れられた廃墟の、それが綺麗だった。下れた美ってのあるのよ。心って特にもう、ね、こう奥さんに逃げられて、こう新しいのになった心がすさんでる時に、すさんでるものが俺よりひでえものあるみたいな、それでスーッていっちゃう。相手した女の人が失礼じゃないですか。顔は全然切れなくて芝居が下手で大きなお世話じゃないですか。あの人ね、もう投げられたからいいけどね。さあ、モンサンミッシェルなんですが、どのようにして建築されたのでしょうか。その建築技術を見るとフランスそのものの歩み、そして激動の歴史が見えてくるんです。キリスト教徒たちが
この島に聖堂を建築し始めたのは8世紀のこと。だがそもそもこのように潮の満ち引きの激しい島にどうやって大量の石を運び聖堂を建てることができたのか。キリスト教徒たちがこの島に聖堂を建築し始めたのは8世紀のこと。だがそもそもこのように潮の満ち引きの激しい島にどうやって大量の石を運び聖堂を建てることができたのか。取材班はそれが分かる場所へと案内された。そこにあったのは壁の下から出てきた古い石組み。モン・サン・ミシェルに現存するものの中で最も古いものだという。この壁は1960年の修復時に偶然見つかったもので、調査の結果10世紀頃のものだと分かりました。これを見れば初期の建設者がいかに苦労してここに石組みを築いたのかが分かります。彼らは30キロも離れた採石場から最も硬い石を選んではここまで船で運び、こうした岩盤の上に一つ一つ積み上げていったのです。かくして岩山の頂に最初の聖堂が建てられると、やがてモン・サン・ミッシェルには修道士が暮らすようになり、多くの巡礼者が押し寄せるようになった。そして修道士たちの手によって聖堂や修道院も徐々に建て増しされていった。中でも最大の工事が行われたのは12世紀から13世紀。モン・サン・ミッシェルではラ・メルベイユ、西洋の脅威と呼ばれる建築が行われた。なぜ当時の建築が西洋の脅威と呼ばれるのか。普通教会は平らな土地に建てますが、モン・サン・ミッシェルは岩山で十分な場所がないため、上へ上へと建て増ししていくしかありませんでした。まるでミルフィーユのような構造ですが、場所に合わせて実用的な建て方がなされているのです。当時としては実に画期的な建築技術です。最も困難を極めたのが祭壇のある内陣と呼ばれる空間の建設だった。ここだけは何度建て直しても崩壊を繰り返し、11世紀には支柱の根元まで崩れたという。そんな内陣を現在のような形に完成させたのは一人の男だった。その人物こそが15世紀半ばモン・サン・ミッシェルの修道院長となったギョーム・デストゥートビルである。ギョームの指揮のもと作られた内陣は500年が経った現在まで崩壊することなく天高くそびえている。一体なぜこのような建築が可能だったのか。12世紀のフランスで始まったゴシック建築では、外壁を外側から支えることで建物の高層化が可能になりました。パリやルーアンのノートルダム大聖堂、それにシャルトル大聖堂などもそうして建てられたものなのです。業務はそんなゴシック建築の技術の粋を集めてモン・サン・ミッシェルの内陣を完成に導いたのです。さらにモン・サン・ミッシェルには建物を高層化するための意外な工夫が施されていた。この天井は柏の木で作られているのですが、船の底をひっくり返したようになっています。もともとこの地方では船作りが盛んだったので、その技術を生かして作られたのですが、これにより天井を軽くて丈夫にすることができ、建物を高層化することに成功しているのです。高層建築を可能にしたのはこうした知恵だけではなかった。ラ・メルベイユの最上階には修道士たちが瞑想するための空中回廊と庭園が作られました。教会が岩山の上にあるので十分なスペースがないため、普通なら地上に設けられる庭園と回廊をさまざまな知恵を用いて建物の上に作ったのです。技術だけでなく、そうした彼らの信仰の力も西洋の脅威と呼ばれる建築を可能にしたに違いありません。しかし14世紀になると
モン・サン・ミシェルは全く違う目的に改造された。フランスの王位継承にイギリスが干渉したことから100年戦争が始まった。モン・サン・ミシェルはイギリスとの戦いの最前線に位置したことから修道院は閉鎖され、なんと要塞に改造されたのである。ここにあるのがモン・サン・ミシェルを守った城壁です。この城壁は15世紀に作られたものですが、イギリスの攻撃を完全に退ける強固なものでした。イギリスは引き潮の時に近辺に大砲を置き、30年間も攻撃を続けましたが、壁に大砲の傷を入れることはできても、この城壁を崩すことは不可能だったのです。だが1789年、要塞と化したモン・サン・ミシェルに再び大きな転機が訪れる。フランス革命の勃発。そしてモン・サン・ミシェルは今度は政治犯を収容する牢獄に改造されたのだ。モン・サン・ミシェルの地下には今も牢獄として使われた頃の跡があった。ここが当時の牢獄です。ご覧のように外には頑丈な鍵がついています。ここには革命に反対した修道士たちも投獄されました。周りを海に囲まれたこの場所は決して誰も脱走できない完璧な牢獄だったのではないでしょうか。そんな暗黒の時代に作られたテクノロジーの一つがこの木でできた直径6メートルもある大きな車輪だ。なんとこれは中に囚人を入れてハツカネズミのように歩かせることで車輪が回り、ロープが手繰り寄せられ、外から食料などの物資が引き上げられるようになっている。イギリスとの百年戦争やフランス革命の記憶をとどめるモン・サン・ミシェルはまさにフランスの歩みそのものを物語るものでもあるのです。だからこそフランスの人々にとってここは今も特別な場所となっているのである。ところがそんなモン・サン・ミシェルに今重大な危機が訪れているという。果たしてそれはどういうことなのか。建築が800年間続いたんですって。そんな建物って他にありますかね。ガウディ、ヨーロッパ長いですよ、まあ、キュレスの大聖堂とかね。エジプトだったらあのカルナック神殿は1000年続いてますけど、うん、作り続けてるから、うん、その時代だん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 短くなってくるんですよね。今あのこの間あの、うん、サグラダ・ファミリアの棟梁の外尾さんとの話を聞きたい。外尾さんが言ってたら、はい、いやもう修理始まってますよ。そうですね、こっち作ってんだ、こっちも修理してるんですよ。だからできるだけ言ったら、いやこれは多分神が与えた試練で永久にこのサイクルを続けるだけであって完成はないんじゃないかって言ってましたよ。実はそれが狙いなんですね。今そのモン・サン・ミシェルに重大な危機が訪れているといいます。その危機を乗り越えようとする人々の熱い思いに迫りました。そもそも8世紀にキリスト教の聖地となる前、ここは死者の山を意味するモントンブと呼ばれる島だった。それがキリスト教の聖地になったのは今から1300年前のこと。きっかけは対岸のアブランシュという町に住むオベール司教の夢の中に大天使ミカエルが現れたことだったという。かの山に我が名を讃えし聖堂を建てよ。だが大天使ミカエルはあくまで聖書に登場する伝説の存在。司教はそのお告げをすぐに信じようとはしなかった。そこでミカエルは自らが本当に現れていることを信じさせるため、なんとオベールの頭に指を突き刺した。目覚めた時、夢に見た通り自らの頭に穴が開いていたオベールは驚き
ついにお告げを信じた。そして708年、モントン部にミカエルを祀る小さな聖堂を建てた。それが聖地モンサンミシェルの出発点だと言われている。だがそれは単なる伝説ではないという。なんとその出来事が事実だったことを証明するものが今もアブランシュの教会に残されているという。そこにあったのは、伝説を裏付ける手がかりが今も残されていた。それは穴の開いたドクロ。こちらは9世紀に発見されたもので、オベール司教の頭蓋骨とされているものです。言い伝えの通り、司教の穴の開いた頭蓋骨が見つかったことで、信者たちは大天使ミカエルの伝説を現実のものとして受け止め、西洋の神秘をこのモンサンミッシェルに感じ取っていたのです。こうして死者の山モントンブと呼ばれていたこの地は、大天使ミカエルにちなんだキリスト教の聖地となり、徐々に巡礼者が集まるようになった。するとここを訪れた巡礼者に驚くべき奇跡が立て続けに起きたという。この本にはモンサンミッシェルで起こった数々の奇跡の物語が記されています。中でも有名なのが、巡礼に訪れた妊婦に起きた奇跡です。彼女は巡礼から戻る途中、激しい陣痛に見舞われました。夫は助けを求めに行きましたが、その時急激に潮が満ちてきて、誰もがもう手遅れだと思いました。ところが彼女が大天使ミカエルに祈りを捧げたところ、女性の周りだけ潮が引いていき、無事出産ができたのです。まさに奇跡です。さらに奇跡はイギリスとの100年戦争でも起きた。30年間イギリスの攻撃を退け続けられたのも、単に城壁が丈夫だったという理由だけではなかったというのだ。大天使ミカエルがモンサンミッシェルを、そしてフランスを守ってくれたのです。今でも大天使ミカエルはフランスを守った聖人として人々から感謝されています。しかしそんなモンサンミッシェルに近年重大な異変が起きているという。フランス北西部のモンサンミッシェル湾では昔から漁業が盛んに行われてきた。干満の差が激しいこの地で作業をするために便利なのがこちら、車と船を兼ねた水陸両用車だ。ここで行われているのはムール貝の養殖。外洋から守られ潮の満ち引きが激しいモンサンミッシェル湾はムール貝の養殖に適している。ここで収穫されるムール貝は年間1万トン。フランスで養殖されるムール貝の実に7分の1を占める。漁港のレストランではそんなムール貝を堪能することができる。中でも名物が、蒸したムール貝をトマトソースやホワイトソースで食べるマルニエール。地元フランスでも愛されている庶民的な料理。とても美味しいわよ。だが近年この湾ではかつてのように豊富な魚介類が取れなくなっているという。海底の環境が変化しているんじゃないかな。魚の量が減ったっていう漁師もいるしね。実は海に浮かぶ大修道院と歌われたモンサンミッシェルも、近年は大潮の日でもない限り周囲の干潟が完全に海に沈むことは少なくなっている。一体それはなぜなのか。19世紀になると観光客が急増したため、1879年に2年間の工事を経て陸と島を結ぶ堤防が築かれ、そこには鉄道も敷かれました。その堤防が海に悪い影響を与えているのです。調べてみたところ、モンサンミッシェル湾は130年前と比べ水深が70センチ近くも浅くなったという。
観光のため作られた堤防が自然の潮の流れを止め土砂が堆積する大きな要因になっていたのだ。今では島の周りに堆積した泥が完全な陸地となり牧草地が広がり始めている。巡礼者や観光客はやはり海の中にそびえ立つモンサンミッシェルを見たいと願っているのではないでしょうか。その願いはついにフランス政府を動かした。そして2006年6月から EU の協力も得て本格的な対策に乗り出した。一体どんな対策が始まったのか、モンサンミッシェル湾開発プロジェクトディレクターフランスワ・グザビエさんに話を聞いた。このままでは2042年にもモンサンミッシェルの周りが雑草で埋まってしまうことが分かりました。そこで私たちは第一段階としてモンサンミッシェル湾に注ぐ川にダムの建設と人工運河を作る工事を始めました。ダムの上流に水をためて引き潮の時に一気に水を流すことで沈殿物を流すのです。そうすれば以前のような海の景色に戻るはずだと考えたのです。第二段階として現在使われている堤防や駐車場は全て撤去します。そして潮の流れを回復するため堤防の代わりに陸と島を結ぶ橋を架けるのです。この橋には車を通さず歩行者専用とします。プロジェクトにはおよそ2億ユーロかかりますが、モンサンミッシェルを自然な状態に戻すためのプロジェクトなのでみんな納得しているんです。ではなぜそこまでしてモンサンミッシェルの景観を守ろうとするのか。モンサンミッシェルはフランスの至宝。なぜならこの聖地は1300年に及ぶ歴史の中で様々な人々の思いが重なり合ってきた大切な建物なんですから。ミカエルのお告げを信じて死者の山と呼ばれる孤島に聖堂を建てたオベール。ラ・メルベイユ、西洋の脅威と呼ばれる建築を完成させたギヨーム。そして忘れられた場所となったこの地に再び光を当てたユゴ。奇跡の聖地モンサンミッシェルに対する人々の思いは21世紀の今に受け継がれている。モンサンミッシェルは一つのケーススタディになりますね。フランスがどういうことをやるのかっていうのは、ね、景観を守るだけじゃなくて、うん、そこに住んでる人たちの命を守る、ね、守らないと、まあ、でもね、日本フランスのこと言えないよ。あの日本の海岸線はおそらく世界で一番ひどいことになっていますからね。干潟を全部潰しましたね。戻さないといけない。戻すこと自体に価値がある時代です。砂浜は、ね、人工だもんね。いじろうとした時代があってね、それはなんかあらゆる文化はみんなそうだけど、いじってどうにかなる時代があって、またやっぱり叶わないって時代があって、そこなんですよ、ね、叶わないんですよ、ね、自然には。人間ごときはちょこっといじったってさあ今日は21世紀の新世界七不思議にふさわしいと思われるミステリー3つをご紹介してきたわけなんですが、ゲストの皆さんはどうでしょう。どれを強く押されますかね。吉村さんはいかがでしょうか。やっぱカッパドキアですかね。あ、そうですか。これはミステリアスだよね。そうですね、人類の祖先はアリだったみたいな感じで工藤さんはいかがですか。私はやっぱりアンコールワットですかね。なんかあのやっぱり自分家の国に近いっていうのももちろん少しあると思うんですけど、なんかこう歴史とそこにこう繰り返される人との関係とやっぱり日本との関わりがあったり。荒俣さんは大天使ミカエルって光の神様なんですね、だアサオだったりアポロンだったりで、エジプトでもおそらく光の神とつながっているんで、いろんな地域の根元を探る一つのシンボルとして、モンサンミッシェルがとても関心があるんですよ。森さんはどうでしょうか。私もモンサンミッシェルですかね。いっぱいの偶然が重なって、うん、なんかこう、まあ、なんかね、一人だけじゃない、三人関わってるっていうのもあるし、なんか本当にもっといろいろこう謎が出てきそうで、なんか、うん、小木さんはどれをされます？どこの
場所に行ったら一番人間の脳として面白い体験ができるかってことを考えると、はい、やっぱりカッパドキアなんですよ。今の皆さんのご意見を参考にしながら、この後ノミネートされた3つのミステリーの中から現代のフィロン・たけしさんが今控室で4人審査員が今開票してます。さあ今回ノミネートされましたのはカッパドキアの地下都市、そしてカンボジアのアンコール遺跡群、フランスのモンサンミッシェルの3つでした。さあたけしさん、どれを21世紀にふさわしい新世界七不思議に加えますか？カッパドキアとね、モンサンミシェル、モンサンミシェルのどっち？でもね、なんかね、カッパドキアってね、はい、あの聞いただけで笑っちまいません？大阪弁だとカッパドキアだよ。カッパドキアはないだろうって。でね、もう美しいじゃん。カッパドキアよりももうね、いろいろなことを考えればね、あれにします。フランスのモンサンミシェルですか、これ選びたい。お、皆さんいかがでしょう、異論はありませんか？ございません。よろしいですか？というわけで、たけしの新世界七不思議、現在ナスカの地上絵、そしてマヤ文明のチチェン・イツァ、そして今回のフランスのモンサン・ミッシェルの3つが決まりました。あと4分しか残ってないってことね。来年はこの中にどんなミステリーが加わっていくんでしょうか。それではまた来年お会いしましょう。